うございます。バーニー2日目です。今日8時半から練習があるんで、今7時半ぐらいなんですけど、今来たばっかで、ホテルを8時ぐらいに出なきゃいけないんで、ちょっとこれから準備していきます。はい、朝ごはんはね、昨日のルーローズっていうスーパーがあるんですけど、まあ、その都市にあるスーパーで、ちょっとこのイングリッシュマフィンを2つ食べようと思います。カモ結構入ってるんでいいかなと。海に行きました。で、ここバーニーはね、メルボルン側の北側の島のね、北端の方なんで、まあ、ちょっとこの先行くと南極っていうわけじゃないんですけど、すごいいい感じ、広い。はい、皆さん、たくまです。まあ、日中練習を今日は4コマやらせていただいて、一つね、まあ、多分写真をちょっと上げさせてもらうんですけど、柴原恵那さんと、今回ちょっとヒッティングさせていただくことができて、向こうのヒッティングパートナーがいなかったみたいで、偶然そのコーチの方が、まあ、昔、その同じ件という感じで、まあ、声をかけていただいて、打つことができました。まあ、すごい貴重な機会で、まあ、そのことはまたちょっと後話そうと思うんですけど、ちょっと今ね、明日のクオリファイドローのアクセプタンスというか、クオリファイのドローが、発行されたんで、ちょっと、それを見たいと思います。ってことで、これですね。あるかな？そう、この ITF バーニー25っていうやつで、クオリファイ、今回これ狙ってきたんで、まあ、出なかったらね、金の無駄でしかないんで、ちょっと見ていきます。これやば、もうなんでワイルドカード与えすぎ、全然当たってないし、マジかよ。はぁ、はい、っていうことで、まあ、あれですね、今回の M25 のバーニーは、まあ、クオリファイ出れないっていうことで、うん。いや、上がってるね。いや、上がってんだよね。25まで来てる。ジェームズエリアが出てるから。まあ、今回ね、僕のアクセプタンス、アルタネットの番号が、32だったんですけど、はい。25の選手まではね、入ってるんで、うん、まあ、そこから26から31の選手が、まあ、実際会場に来たかはちょっと分かんないんですけど、まあ、あと数人だったっていう感じですね。まあ、バニーが、まあ、今週あって、来週はビクトリアのグラスコートチャンピオンシップっていう2万ドルの大会に出る予定で、その次にね、スワンヒルっていうところで ITF の M25 が2周行われるんで、なかなか難しいんですけど、まあ、オーストラリアいるうちにね、ITF に挑戦して、ポイントが取れるように、ね、頑張っていきたいと思います。はい、はい、おはようございます。バーニー3日目です。3日目はね、まあ、今日日曜日で、本当はというか予選入れたら今日試合があったんですけど、まあ、今日試合が ないんで、昨日入れなかったんで、まあ、今日はゆっくり、今8時なんですけど、朝ごはん、スーパーで買ったリゾットを食べながらっていう感じです。まあ、一応当日のサインが9時半にあるんで、そこで、欠場者、予選の方に欠場者が出たら多分入れるっていう感じなんですけど、まあ、一応その9時半には行く予定です。その前に1個ぐらい、9時ぐらいからちょっと練習できればなと思っております。まあ、今日は結構試合が入ってて、昼日中は練習ができないんで、
まあ、そのまま日中はちょっとこう予選の試合を見ながら、で夕方ぐらいからまたちょっと練習できたらなと思っております。ホテルは一応今日の夜まで撮ってあるんで、そんな感じです。はい、今バニーテニスクラブでね、練習をしてたんですけども、今日は結局アルテネート2だったんですけども、今朝の段階で、で、まあ、結局バニーの M25 には入れませんでした。ってことで今日は朝から朝1つで、昼に選手のウォームアップを2回やって、夕方もう1時間ぐらいちょっと打ちました。海外選手っていうか普通に結構いろんなとこから人が来てたんで、まあ、オーストラリア以外の人ともちょこちょこ打てたんでね、そういうとこはすごく良かったかなと思っております。明日は試合の予定がないんで、多分朝のね一番安いフライトでメルボルンに帰って、で、まあ、できれば夜練習してっていう感じのスケジュールになるかと思います。ホテルに帰ってから、まあ、もうちょっとこのフューチャーズのこととか感想とか話したいと思います。じゃあまたホテルでお会いしましょう。ってことでね、宿に帰ってきました。今日の夕飯はねマックを食べて安く済ませましたね。ここら辺のレストランなんか30ドルぐらいしちゃうんで、マックでまあ10、20弱ぐらいで、済ませました。で、ことでホテルが、まあ、ブッキングで取ったんですけども、これ一泊160ドル2人で割って160、150ドルぐらいかな、2人で割ってっていう感じで、まあ、なんか思ったりいい感じだったんで紹介したいなと思います。ここ1階で、まあ、ここにドアがあって長期ステイ用の部屋となっているんですけども、ここにキッチンもあってね、最初からこのホテルにすればよかった。昨日まで泊まってたやつが一番安いとこで、1泊どれぐらいだったかな、まあ、40ドルぐらい1人ぐらいだったんでそっちにしたんですけども、2階の方に行きますと、まずこっちにねクイーンの部屋がありますと。すごくいいね、クローゼットもある。あ、映しても大丈夫？大丈夫です。メルボルンで、であったんですけども、普段アデレードのピーター・スミス・アカデミーっていうところで練習してる水越大地くんです。あ、彼もね、オーストラリア拠点に頑張ってる、今フルタイムで練習してるんだよね。練習してるそうなんで、で、いつ日本に帰るんでしたっけ？3月の頭に帰りますらしいんで、そっからは、まあ、ジョップ前ながらちょっと勉強とかしながらって感じです今は。彼もね、今回、バニーのフューチャーズに来たんですけども、入れなかったんで、この2日間ずっと練習してました。割とありがとうございます。ありがとうございました。インスタフォローお願いします。多分ここら辺に出しとくか概要欄に貼っておくので、ぜひよろしくお願いします。SNS 頑張るそうです、これから。お願いします。はい。で、ちょっと話折れちゃったんですけども、はい、お部屋2つ目ね、ベッドルームシングルのお部屋が2つ。めっちゃ綺麗じゃねこれ。すごいよね。トイレ&バスという感じとなっております。はい、まあ、こんな感じのでかいね、ガラスもついちゃっていい感じですね。バニーはなんか思ったよりこうタスマニアの中でも小さい都市らしくて、歩いていても結構、まあ、メルボルンでもね田舎の方に行くとよくあるんですけども、結構皆さんからグダイハワイアンみたいな、ちょっとこうこんにちはみたいな、調子はどうだみたいな感じのやつを結構言われて、まあ、すごい人とのね距離が近くてすごくまったりしたいい年だなと思いました。オフィシャルのホテルもあったんですけども、オフィシャルのホテルはちょっと高かったりしたんで、高くて、あと僕は結構直前になってくることを決めたんで空いてなくて、今回はBooking.com さんで取らせていただきました。それではまた皆さん次のところ。